STS-70 は、スペースシャトルディスカバリーの21回目の飛行で TDRS を運搬した7回のうち最後のミッションである。ジョンソン宇宙センターの新しいミッションコントロールセンター室から初めてコントロールが行われたミッションである。また、エンジン性能と安全性の両方を改良するために設計された 新しいブロック1オービタメインエンジンを用いた最初の飛行である。1995年7月13日にケネディ宇宙センターから打ち上げられた。これはアトランティスの打ち上げからわずか6日後のことでスペースシャトル計画史上最も短い間隔での打ち上げとなった。70回目のスペースシャトルミッションロシアのスペクトル実験室のミールへの打ち上げが遅れたため、 STS-70 は当初、STS-71 よりも先に打ち上げられることになっていたが、1995年5月31日、橋細きつつきの映像による外部燃料タンクの損傷の評価が行われた。熱防護用発泡断熱材に直径4インチから0.5インチの71個の穴が開いており、6月2日、NASA の管理者は、 ディスカバリーの修理のために打ち上げを延期し、STS-71 を STS-70 の前に打ち上げることを決定した。ディスカバリーは6月8日にスペースシャトル組立胸に戻され、6月15日に再び発射台に移動された。打ち上げは1995年7月13日9時41分 55.078AM に行われた。打ち上げウィンドウは、 2時間30分であった。午前8時13分にハッチが閉じられ T-31 秒までスムーズにカウントされた。T-31 秒の時点で外部燃料タンクの自動利特制御安全システム受信機に変動が見られたためカウントが55秒間停止された。打ち上げ実施基準の偶発手順が発動し、その後カウントが再開された。 STS-70 は新しいブロック1オービタメインエンジンの諸乗飛行となった。エンジン番号2036は新しい高圧液体酸素、ターボポンプ、にダクト発動機、無バッフル燃料噴射装置、一貫式熱交換機等が特徴で軌道順序も改良された。他の二つのエンジンは既存のフェーズ2のデザインであった。ペイロードベイにある TDRSG 主な任務は2段式完成上段ロケットによる7回目の TDRS の打ち上げと展開であった。これは TRW 社によって製造され約 2200kg の重さがあった。衛星はディスカバリーのカーゴベイから2時55分 PM ちょうどに放出された。衛星の放出はミッションスペシャリストのドナルド・トーマスとメアリー・イー・ウェイバーが担当した。 約15分後、軌道を上げて、衛星と完成上段ロケットの近くから離れるために、船長のテレンス・ヘンリクスはエンジンを点火した。3時55分 P ーメートル頃、完成上段ロケットの1段目が点火し、TDRSG を適切な高度に2万2000マイル、成型178度で、太平洋中央部上空の適切な静止軌道まで移動させた。展開作業は、 三箇所のコントロールセンターにより行われた。ホワイトサンズ地上局は TDRS ジョンソン宇宙センターのミッションコントロールセンターはスペースシャトル鬼塚空軍基地はブースターの運用を担った。目的地点に達した後完全に展開した衛星の翼長は57フィートとなった。TDRS の配置は6度目となった。 最初の TDRS-1 は1983年4月4日に STS-6 で打ち上げられ、寿命は7年と計画されていた。2期目の TDRS-B は STS-51L で、チャレンジャーと共に消失した。TDRS-3 は STS-26、TDRS-4 は STS-29。 TDRS-5 は STS-43、TDRS-6 は STS-54 で、それぞれ展開された。バイオリアクターのサンプルを持つドナルド・トーマス・ミッションの、他の目的は、フィジーロジェクルアナター・ミケル・ロデント・エクスペリメント・ナショナル・インスティチューツ・オブ・ヘルス・ローダンツ・バイオリアクター・デモンストレーション・システム・コマーシャル・プロテイン・クリスタル・グロース。 スペースティッシュロス、ナショナルインスティチューツオブヘルスセルズ、バイオロジカルリサーチインキャニスターズ、シャトルアマチュアラジオエクスペリメント、2、ビジュアルファンクションテスターマイナス4ハンド、ヘルド、アースオリエンティット、リアル、タイム、コーポラティブ、ユーザーフレンドリー、ロケーション、ターゲッティングエンバイロメンタルシステム、マイケロキャップセルズインスペース B、ウィンドウズエクスペリメント、 ラディエーションモニタリングエキプメント 3& ンザミリタリーアプリケーションズオブシップトラックス等である。BDS は地上と宇宙のバイオリアクターを用いて個々の細胞を元の組織または機関と携帯的機能的に類似した組織に成長させるシステムである。BDS はジョンソン宇宙センターで作られた装置で回転する円筒が成長液中の細胞と組織を保持し、 微小重力の影響をシミュレーションする。地上での実験では、すでに何度も使われている。このシステムは、さらに、ガスと栄養素の交換も行われる。宇宙飛行実験によって、実際の微小重力中でのバイオリアクタの性能が、調べられた。当初の目標は、微小重力中でのバイオリアクタの、流体力学特性の評価であった。 ディスカバリーの期間1995年7月21日の7時54分、a m 特時31分 AM のケネディ宇宙センターへの着陸機会は、ナサシャトル着陸施設上空の霧のために延期された。フライトディレクターのリック・ジャクソンは、視界の悪さに2回連続の着陸機会を阻まれた、あと5人の乗組員に、さらに1日宇宙に泊まるように指示した。宇宙飛行士、 スティーブ・オズワルドが気象偵察機で着陸路を観察し、見晴らしの良い地点から3マイル長の滑走路が見えなかったと報告した後、乗組員は翌日7時10分 AM の着陸になると伝えられた。STS-70 は1995年7月22日8時2分 AM にケネディ宇宙センターの33番滑走路に着陸した。 6時26分 AM の着陸機会は、天候が未だ若干回復していなかったため、延期された。ありがとうございます。